運休となるのは博多と大分を結ぶソニックが1日あたり10本、博多と長崎を結ぶカモメが1日あたり2本で、期間は今日から来月5日までとなっています。人繰りを理由に運休したのは今回が初めてで、指定席の予約は別の列車へ振り替えるほか、旅行を取りやめた場合は払い戻しにも応じています。門司港に観光に行くところで、明日がちょうど運休のものだったので今取り替えに来ました。 JR 九州によると、おととい時点で運転士など38人が新型コロナの影響で業務ができない状態となっていて、今後の感染状況によっては運休の期間を延長する可能性もあるとしています。